仙台でも甲子園初優勝のお祝いムードが続いています。店長の興奮が冷めず、優勝セールを延長したスーパーもあります。店長が大の野球ファンという若林区のスーパー生鮮館村主の店内は、仙台育英の甲子園初優勝を祝う張り紙が今も至る所に貼られています。社員一同みんなも大興奮して、これは何か宮城に思い出になることをみんなでやらないといけないってことになって、もうすぐみんなで考えて始めました。おとといから優勝セールを行っていて、ナンバーワンにちなんで大根、長ネギ、キャベツなど一部の野菜は111円で販売。さらに3000円ほどのシャインマスカットも1111円と破格の値段です。赤字が確実なセールで、当初は昨日までの予定でしたが、興奮冷めやらぬ店長が昨日の夕方急遽今日も行うことを決めたということです。昨日もちょっと録画したのをまた見てしまって、また興奮してしまって、何やらいつまでもなんか続いてる感じです。そして高校生が通学などに使用する自転車を買いに訪れる青葉区の早坂サイクルでも、仙台育英の優勝を祝い、新たなキャンペーンです。健闘を称えるといいますか、そういったものをぜひこうお店としてのキャンペーンとして取り組んでいる状態でございます。自転車を購入した人には盗難防止に使うワイヤーロックを無料でプレゼントしたり、ヘルメットやスポーツウェアなど一部の商品を 5% 引きで販売しています。担当者は、感動をもらった、引き続き頑張っている高校生を応援していきたいと話していました。